皆さんこんばんは。ですね、これ何だと思います？この間ですね、僕は東京に行ってきて、秋葉原の秋葉王2号店で買ったものなんですよ。秋葉王2号店っていうかね、結構有名なところで、街中のね、一番繁華街のとこに、昔のね、ラジオ会館とかね、近くのとこに、秋月通商とかいろいろね、有名な戦国電機とか、あるとこに、戦国電子ですかね、そこに、近くがあります。いろんなものが売っておりまして、もちろんインターネットでもね、通販でも売っているんですけど、さてこれは何でしょう。これは訳あり品で、150円、税込みの162円でした。なんで訳ありかというとですね、このサイズがね、これはミニベルトで、瓶の蓋を開けるやつなんですよ。で、ダイソーでも探したんですけどね、もうこういうのってなくて、こういったね、こういった瓶の蓋があるでしょ。これ僕蜂蜜なんですけど、冷蔵庫入れちゃって、蜂蜜で冷蔵庫入れたらいけないんですよね。こんな風に結晶になってしまいますんで、蜂蜜は腐らないので、冷蔵庫に入れちゃダメです。これ僕の失敗作です。ね、こういう風に開かない。なかなかこれ開かないんですよ、硬くなってね。で、それを、これでですね、ベルトで引っ掛けて、この場所がですね、ここに矢印が書いてますんで、こんな風に引っ掛けて、で、これを、手で見えなくなっちゃうな。これで、締めます、思いっきりですね。ギュッと。で、ギュッて、これで締めて、これ矢印がこっちに書いてますんで、これでこっちの方に押してですね、これがね、ちょっとね、ちょっと立たないと、これは。厳しいかな。ちょっとグイッとやって、ちょっと待ってくださいね。滑るので、こっちをちょっと待って。なかなかね、この形では力が入らないので、もう一度やりますね。こっち側に矢印がついてますので、これをグッと開けるとね、守備よく開いたということになるんですけれども、実は言うとですね、今開ける時にもちょっとかなり苦労しました。で、下のね、瓶とかも滑るので、この下の方がですね、滑らないように、これをやったらいいのかと思います。で、これがね、なんで訳ありかというと、これが大きくて小さくならないんですよ。で、これでこれぐらいでペットボトルのそれの蓋が開けれないので、こうツルツルするんで、ギザギザが入ってたらいいんですけど、これはペットボトルには使えませんので、っていう、その訳ありということで150円でした。税込みがですね、162円ですが。で、以前にはですね、なかなかこの蓋が開からなかったので、ダイソーでこんなゴムのやつしかなかったんですよ。これで買ってきてですね、これでここに持って行ってグッと開けました。まあ、これでもね、なんとか開いたんですけど、ただ秋葉原に行って、秋葉原2号店にいたら、これが売ってたもんですから、ついつい手に取ってやりました。でもこれもね、ちょっとコツがいります。まあちょっと力をね、入れる場所をちゃんと選んで、それでやったら結構それでは便利だと思いますよ。これもね、通販で売ってると思いますので、秋葉原のですね、秋葉王2号店で買ったこのミニベルトのやつですね、蓋開けでした。で、秋葉王2号店に行ったらですね、一番繁華街のとこっていうかね、なので、メイドカフェの女の子がね、なんかチラシを配っておりましたよね。で、そこの秋葉王2号店の2階がですね、メイドカフェのメイドリーミンっていうのが入っておりまして、店舗が。ずっと音楽がですね、メイドリーミン、メイドリーミンってずっと音楽がかかっておりますので、下で買い物してたら、もう頭の中にメロディーが入っちゃってですね、別に寄りませんでしたけど、そんな感じでですね、このミニベルトで蓋開け、これをちょっと紹介してみました。訳あり商品で安かったので、これもね、通販で売ってるのかな、店に行ったらですね、あると思いますけど、
そんな感じで紹介してみました。それでは皆さんありがとうございました。チャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。